はいどうも、カピジンです。今日なんですけれども、何点かですね、お知らせの方させていただきたいと思います。先日、集まりカピジンの森11月12、13でね、オフ会、無事に終わりまして、その動画の方もね、撮影しておりますので、また後方上げていきたいと思います。それともう一つ、今月の23日なんですけれども、うちの劇団神楽副座長みやび舞子の祭りとなっております。またですね、大衆劇のお客様、愛知近辺の方ですね、よかったら23日の舞子祭り、ぜひぜひですね、お越しくださいませ。1回目にですね、今月やったんですけれども、今回が23日2回目になります。またですね、どんな風になるか、頑張って副座長、お届けすると思いますので、ぜひともですね、たくさんのお客様来てくれること願っております。ぜひぜひ、紫陽花劇場へお足を運びくださいませ。それとですね、今月もう一度オフ会の方させていただきます。愛知県では最終オフ、今年の最後ですね。11月の26日、27日ですね。こちら愛知県での今年最終オフ会、第16回目にはなるんですけれども、キャンピングカーの方も来るか来ないかちょっとわかんないところなんですけれども、もしよかったら、ぜひともですね、26日の集まれカピジンの森オフ会、16回目のですね、来ていただきたいなと思っております。また参加してくれるという方がいらっしゃいましたら、以前ね、僕、オフ会動画のお知らせ動画上げておりますので、詳細はそちらと同じようになりますんでね、そちら見てなかったら、よかったらそちら見ていただいて、今月11月26日、27日ですね、見に来ていただけたらな、またオフ会参加いただければなと思います。ちょうど27日が、僕アジサイ劇場が千秋楽の日になります。千秋楽ということでございまして、まあお客さんの方もですね、最後なんでたくさん来てくれると思いますし、またあのキャンピングカーの方もですね、初めて参加してくれる方がいればですね、またあの集まるの輪もね、広がって大きくなっていくと思いますので、まああのこの間のオフ会の時は、あの九州と同時オフ会の方がねできなくて、ちょうど九州の方がね、福岡のキャンピングカーショーと重なっていたのと、そしてキャンピングカーの NML の、オフ会がね、広島県の方で、ちょうど重なってたんでね、ちょっと都合が悪かったんで、九州は同時オフできなかったんですけれども、またですね、できる時はあの同時オフ会、しようかなと思ってはおりますので、本当に来てくださる方はぜひ来てください。で今回もね、顔出しで来てくれた方もね、愛知の方でいらっしゃいまして、本当顔出しだけでも構いませんので、来る台数は少ないとは思いますけれども、まあね、ゆっくり話もできると思いますし、またあの舞台の方も、見ていただけたらありがたいです。ということでね、まあ短い動画ではございますけれども、ぜひ皆さん方来てください。遊びに待っております。はい。この間もね、オフ会やったんですけれども、言うほど寒くなくて、風もね、全然なかったんで、本当にちょうどいい感じでした。でも、まあ、11月の26日、27のオフ会はね、ちょっとどうなるかわかりませんけれども、まあまあ、焚き火もできますし、ゆっくりね、できます。そして、まあ、近隣、まあ、家とかは、まあ、一軒あるんですけど、そんなに、気にしなくては大丈夫なんで、また来るよという方がいらっしゃいましたら、僕の SNS の方に、DM、また LINE 知ってる方は LINE の方ですね、お知らせください。参加するよっていうのを言ってもらえれば大丈夫でございますので、まあ、絶対もうほんと10代も来んと思います。10代も来んと思います。はい、でも15代ぐらいはもう置けますので、全然、ぜひ、参加よろしくお願いいたします。で、以前にも言っておりますけれども、来月僕がですね、12月1日から、12月の25日まで、四国の香川県、仏性山っていうね、大衆演劇の劇場がございます。こちらで初公演の方をね、させていただくようになっております。そこでね、この間僕動画にもあげましたけれども、役者さん、来てくれる方は募集しておりまーすって言っておりましたよね。見てくれてる人はわかると思うんですけれども、まあ、その募集なんですけれども、なんとなんと、今日が何日だ?今日がね、何日だっけ ?16 か。16日でございまして、はい、まだ誰もおりません。誰もおりませんので、
はい、誰かおりましたらよろしくお願いします。もうおらんかったらね、もう4人で行きます。家族4人になります。まあ4人でなんとかかんとかね、やっていこうかなと思います。絶対ね、4人でどうやってやるんだと思うかもしれませんけど、まあなんとかできます。できますのでね、12月1日から25日まで頑張っていきます。まあね、本当に来てくれたらね、本当にありがたいんですけれどもね、ギャラの方はね、ちょっとここでは言えませんけれども、よろしくお願いいたします。ということでございまして、まあ今日はお知らせでございました。もう本当ね、前も言ってるんだけど、動画のね、撮りだめいっぱいしてるんよね。本当何個か4つぐらい上げれるんやけどね、全然上げてなくて、ちょっと気合い入れてね、動画編集もして、YouTube アップしたいなと思っておりますので、ちょっと気長にね、視聴者さん待っててくださいませ。よろしくお願いいたします。それではね、よかったら初見の皆様方、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あと高評価お忘れなく、よろしく。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハッピー。